ホイノチシュホイノチシュは、広島県福山市名産の薬味種である。生薬を含むことから、瀬戸内の陽明種などと言われることもあるが、陽明種とは異なり薬品ではない。ホイノチシュは、大阪の医師、中村吉兵衛が考案した薬用種で、万治2年に、ビンゴ国もで製造を始め、代々中村家が、独占的に製造、販売を行っていた。明治時代になると、 複数の業者がルジの酒を製造し、ホイノチ酒として販売し始め、現在は4社が製造を行っている。中村家のホイノチ酒は、製造法を門外不出、一子送電としたまま、明治時代に廃業したことなどから、近年まで正確な成分は不明となっていたが、2006年に中村家の古文書からホイノチ酒の製法についての記述が見つかり、 陶器など13種類の木薬が用いられていたことが明らかになった。このため、ホイノチ種の正式名称とされる16、ジオホイノチ種はこれに醸造成分の焼酎、もち米、麹を加えて16味としていたことになる。現在のホイノチ種は中村家のホイノチ種の模造から始まり、各社とも16種類の木薬が用いられているが、 前述のように本来のホイノチ種は13種類の木薬であるため、16味イコール16種という誤った解釈から成立したものである。使用される木薬は製造元によりやや異なり、中村家のホイノチ種で用いられていたバイカ、イバラの花は使用されていない。製造法はみりんの工程を基本としてもち米、 米麹、焼酎を加味し、木薬を原種に浸して作られる。酒中に溶け込んだ薬味成分はアルコールにより、体内への吸収も早くなり、効率的とされる。保育の知種は、医薬品ではないが、冬には、お湯割りで飲むと体が温まり、夏は、オンザロックや、水割り、炭酸割りで飲むと夏バテ予防になるとされている。その他、疲労、冷え症、貧尿尿減少。 しびれ、霞えの効能が歌われている。ホイノチシュや、醸造寺に出る酒かすを用いた、ジェラート、ゼリー、アイスキャンディー、飴玉などの菓子類、ホイノチシュを梅酒とで割ったものなども作られており、ホイノチシュを使ったケーキ、潜水千人は、モンドセレクションの菓子部門で、最高位の特別金賞を受賞している。友の裏の醸造元のほか、JR 福山駅や広島空港などの市内の、 土産物店や酒屋で販売され、通販も行われている。なお、現在も、ホイノの地主醸造、製造している酒蔵は、以下の通り。旧中村屋主やホイノチシュの地主の公安者である大阪の官方医、中村吉兵衛は、女王2年に、洪水で火災を失ったことから、貧乏国ともの当時である番子屋の誘いを受けて、明暦元年に共に移り住み、 万事2年に友奉行の許可を受け承中に、家電の薬法を加えた、薬種、ホイノチ酒を製造を始めた。以後、ホイノチ酒は高級酒として全国に知られるようになり、ビンゴ福山藩からも特産品として保護された。また、中村家はホイノチ酒の製造を門外不出とすることで、販売を独占し合商へと成長していった。江戸時代のホイノチは主に公芸や上級武士、 交渉などに愛好された。朝鮮通信使の貧乏国たちよりの際も、ホイノチシュが提供されており、江戸時代後期の文人、内山陽はホイノチシュの監視を歌っている。幕末にアメリカ艦隊、ペリーやハリスが来航した、蔡の幕府主催共演にも食前主として出され、慶応3年のパリ万国博覧会にも出品されている。江戸時代が終わると、中村家は、 藩の保護を失い、同時に藩への貸付金を失った。さらに明治4年の百姓一揆では暴徒化した農民に襲撃されて大きな被害を受け、専売制の廃止によりライバル業者も次々と出現した。このため、中村家は優先会社と契約して大阪、小道航路を開いたり、豚の飼育や生死の醸造、 香川県に支店を廃するなど、経営の多角化に努めたが、財力が弱り、明治36年に廃業した。現在の保井の地主製造元はいずれも、明治時代に開業し台頭した店である。最盛期は、昭和初期頃で海外への輸出も行われ、友町内では各店による値引き合戦や、サービス競争により、商工省に調停依頼が出されるほどであった。しかし、 太平洋戦争中の物資不足による質の低下があったり、戦後は過藤競争や友町の衰退により、小イノチ種の生産量は減少していき、平成までに醸造元は4件を残すのみとなった。ありがとうございます。